さんに来ていただきました、はい、ですよろしくお願いします、通称ザキミヤって、ね、なかなか男前の名前です。そうあだ名がなんか逆にして いつから小学校の時からです。あなんか小学校の時にユイが3人いたんですよ。でなんかその見分けをつけるためにつって、それぞれあだ名をつけてったんですけど、なんか一人だけユイはどこにもつかなくて名字であだ名つけられました。ずっとそう他の子はなんかユイちゃんとかなんかユイピーとか言われてたのに全然ユイどこ行ったみたいな私だけ私だけユイどこ行っちゃったみたいな。まあでも気に入ってます。覚えてもらいやすいんで。あ本当ね、うん、あの覚えやすいですそう何ヶ月か前に始めた時も、ね、はい、もうザキミヤでしょ。すぐ覚えました。すごいよかったです。じゃあ絶対忘れない。いや逆に本名なんだっけ。そう逆に。あでもそれはよくあります。なんか自己紹介的な。あどうもあの宮崎由衣です。先ほどから言っております、ザキミヤというあだ名で呼ばれております。普段はどっちかっていうとダンサーよりのお仕事をしております。で時々今お世話になってるナミさんとか磯部さんにお誘いを受けて歌を歌わせていただいている感じでございます。ソロ以外はグループか何かでやってる。一応今は、ワロックを中心に歌うグループと、あとはニコニコ動画系 あのボカロとかで踊ってみた系のもうひたすらに踊り狂うみたいな、はい、グループをやっております。ソロの時は踊ってないですか。そうですね、ソロではあんまり踊ったことはないですね。ソロでは踊らないですか。いやなんかソロで踊る舞台も一応出たりはしてます。はい。時々ですけど、はい